こんにちは、ダイスです。今回はカービィのグルベルス遊んでいきましょう。前回ゲットしたこのスキンで今回もオンライン行ってみたいと思います。コースはバームクーヘンのコースから始まり、プリンアラモードのメインディッシュ。それでは50個の山盛りイチゴを目指して進んでいきましょう。よっしゃ、行くぞ。最初はちゃんとスタート切れてますよ。左側回りで行ってベリーを取ってから進んでいきたいなと思います。ベリー、あ、ベリーが取れなかった最初のベリーって結構大事なんですよね。これでそのまま行きます。ゼリーもらったのでサクッとクッキーのところはそのまま進んでいっちゃいましょう。はい、先に進んできました。さてと、あ、ココイチゴの方に行きたかったのに行けなかった。この後は真ん中通ってこっち、なんかイチゴしか出ないね。ちょっと早く来てるからかな。壁まで来ました。ここは壊して進みましょう。なんかみんな揃ってきてるね。せっかく早めに行けるかなって思ったんですけど、そんな早くは進めなかったみたい。50個いちご、あ、いけそう。ありがとうございます。取れました、50個いちご。10個の子が終わるまでここの上に落ちてくるいちごは取れるので、ちょっとくるくる回して取ります。はい、最初は78個始まり。では行ってみましょう。ほう顔変えられるのが可愛いですよね。次はカップインしてくるいちごを食べる戦いです。体がね、大きい方がこれやりやすいんですよね。実はあれ、どこだろう、次こっち。はい、数食べましたよ。ほい、こっち。はい、最後取れない91個になりました。それでは再びコースで50個いちご、山盛りいちごを目指しましょう。1スタートなんで後ろからです。このコースはドーナツのコース。ドーナツのコースにもいろんな味でコースの色が変わってますよね。これもすごくね、可愛くて個人的には好きです。ちょっと横から進んでいきましょう。取ったのはバーニン、ちょっと使っちゃおう。はい、後ろにバーニングの子がいるから早めに進んでいきたいと思います。脇の方が早いんですけど、最初だったらこれでやってみましょう。うわ、みんなバーニング持ちなんだけど、私イチゴしか出ないよ。なんで、ずるくない？なぜでしょう。よし、はい、お、バーニング出てる。ちょっとだけ早めに進めました。あ、ゼリーで遅くなっちゃった。最後ですね、しょうがない。はい、みんながゴールしてるので落ちてくるイチゴが1個しか取れませんでした115個に終わりで、バトロワ戦プリンアラモードのコースです。わお、これ端っこにいた方が楽だと思うから最初端にいましょう。何にも出ないんだけど、なんで？お、ダメダメ、やばい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 、逃げるよ。あー、壊されちゃった。お、ホイールが出ました。あ、ホイールでも最後までこれ飛ぶんだね。もう一回ホイール、誰かいないかな。はい、逃げます。ストーン使おう。オッケー、うわうわうわ、危ない危ない危ない。よし、くるくる、サイズアップにはなってます。やだ、危ない、
危ない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 。2位だね、今取れるかな。ホイール持ったままゴールしちゃいました。惜しい。ということで最後は2位で終わりです。ここからは結果発表の後のボーナスが、ラズベリー食べてないです。レースでここイチゴも食べてない。わーすごい、ほー1位そのままですね。はい、ということで私2位で終わりました。そのまま終わっちゃった感じですね。プラス29しかもらえない。そしてグルメランクも次のランクまではいかなかったです。キャラコシがミサイルカービィとドクターカービィ、ちょっとずつ進みづらくなってきました。次確か68になると次のねスキンがもらえたはずなんですよね。よろしくお願いします。はい、ということで再びオンライン戦遊びに行きたいと思います。このカップの中こうやって回ればいいんだけど、大きいとちょっと回りづらいんですよね。揃おうかな。よろしくお願いします。ということで2回目行きましょう。コースはこんな感じ。パンケーキが始まって、あれウィスピーケーキのところってどんなやったっけ。おコック川崎シロがいる、かわいい。音楽もねいろいろ増えたのでちょっとずつバリエーションがあるようになってきましたね。真ん中からいけるかな。あれ欲しい、コピー能力欲しいんだけど出ないね。キャットバーニングが出ました。とりあえずこれで追いかけましょう。はい、追いついてるかな。多分追いついてますね。よかった。まっすぐ行って右側行きます。飛び地を取って、間に合う？よいしょよいしょよいしょ、 OK。 バーニング、よし上がれるかな。あ落ちちゃった。せっかくここまで来たのに未だにあれ行けたことないんですよね。ここのコースの上の方上がれるようにしたいんですけど間に合わなかったです。はい、4位でゴールしましたが数は取ってたので3位です。降ってくるイチゴを食べよう。やってみましょう。端っこのところにいたい。この辺にいようかな。降ってくるイチゴ、わー、この方にいたいよね。3位でそのままですね。スライドしました。では行きます。続いて山盛りいちごのコス、3位なので前からスタートです。左側の方がチェリーがあるんですけど、まあ、しょうがないですね。ここいちご取って進みます。正面のベリーが欲しい。あー飛ばされちゃった。ベリーよし、はい、ベリーを使って先に進んでもらいましょう。おー進めない。めちゃくちゃ当たるんだけど、なんでだろう。めっちゃ当たりますね。お、また取れなかった。しょうがない。はい、ということで3位です。最後までここからはバトロワ頑張ります。
あ、ビスピーユーツのコース、これか。危ない危ない。あ、動いた動いた。よっしゃ、端っこの方へ。え、こっち来ないでひどい今もう狙ってると違いましたよね。よっしゃー、みんなぶつけるぞ。よし、危ない危ない危ない、落ちてっちゃった。はい、じゃあトルネード、おい。飛んじゃう。これ10個イチゴじゃ割に合わないのですが、みんなから飛ばされていく。ちっちゃいと大変だね、飛んでっちゃうわ。あ、4位終わりだ。なんか久しぶりに4位かと思いましたが、なぜかプラスでもらって3位です。最後の結果発表。あ、めっちゃちっちゃい。ブルーベリー食べてない。レースでイチゴも食べてない。おー、すごい。そのまま1位ですね。おめでとうございます。これはめちゃくちゃ差があります。400個ですもん。はい、ということでマイナス529。65にはなってカラーのグレープをもらいました。あれ、グレープカラーのってありましたっけ？ドットウィリーライダー。ちょっと見に戻りますね。グレープ、わ、すごい色してる。何がいいかな。あ、これがいいはい、ホームに戻ります。今回勝てはしなかったんですけど、キャラお菓子結構揃いましたよね。118になりました。カービィ系のキャラお菓子を多くもらった感じがします。久々にナゴ見合わせたね。あとは星くん、さっき使っていたアドレーヌは64キャラなのでここにいます。リボンも他にいるのかな。デデデボールとカービィボール、このアメちゃんみたいなの可愛いですよね。はい、こんな感じで少しずつ増えてきました。お腹空いてきますね。次回はちょっと顔色悪いですけど、このコック川崎で遊びに行こうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!